ナステントってどうなの？こんにちは、耳鼻咽喉科医の中西です。この動画では、いびき改善のためのデバイス、ナステントについて解説します。効果があるのかないのか、どんな人に勧められるのかについて、耳鼻科の立場からお話ししてみます。私個人の意見です。ナステントはこのように小さくて、お手軽なんですけども、初めて使うときはこれ、本当に鼻に入るのって思いますよね。入れ方については、いろんな YouTuber さんが、面白いリアクションで動画をアップされています。そういうのが見たい方は検索してみてください。私ちょっと面白いリアクションできないのでお任せします。こういう風にこう入れる時にですね、こうっと派手なリアクションでやってる方がいらっしゃるんですけども、実際にナステント継続されている方は、もちろん毎回、あんなに反応はしません。慣れたら普通にスッと入ります。初めの数日はやっぱり入れた時に違和感が強くあるという風に言われるんですけども、1週間もすれば慣れてくるそうです。ナステントはもともと医療現場でも気道確保に用いられているネーザルエアウェイという器具に近いです。比較して検証している論文というのはないんですけども、ナステントはネーザルエアウェイよりも短くてパイプの直径も細いです。ナステントの効果はエアウェイに比べると、気道確保の効果としては、限定的になるだろうというふうに推定されます。ただしナステントの効果についての報告もありまして、それによればいびきについての一定の改善効果があるというふうに言われています。この動画を見てくださる方が一番気になるのは、ナステントはいびきに効くの、あるいは効かないのかということだと思うんですけども、これは一言では言えなくて、ナステントを使う方と状況によります。この理由は大きく2つありまして、1つ目はナステントはいびきの原因となる鼻閉や、軟口外部、こう喉の奥ですね、の閉塞を改善しようというデバイスなんですけども、いびきの原因は、ナステントで改善するそこだけじゃないからです。肥満や舌や顎や首の形、アルコールの摂取なども影響します。寝る時の姿勢の影響も大きく影響を受けます。横向きに寝るだけでいびきが軽くなる方もいます。つまりいびきをかきやすい要素というのはいくつもあるということです。ナステントで改善する要素が大きければ効果が認めるんだけども、それは使われる方によってだいぶ異なるだろうということです。もう一つはナステントのサイズがちゃんと合ってるかどうかということが大事ということです。短すぎると効果が見込めないですし、長すぎて違和感が強いとよく眠れません。医師が鼻と喉、舌の形など評価した上でナステントの適用を判断するといいのかなというふうに思います。それではナステントの長さがちゃんとフィットしたものを選べたというふうに仮定すると、どんな方や状況に勧められるのかということについてお話しします。ナステントの良い適用というのは、まず睡眠時の呼吸状態でいうと、睡眠時呼吸には該当しないくらいの軽いいびきのある方かなと思います。どういう生活シーンに向いているかといいますと、いびきの音がうるさくて気になるという方、こういう方はもちろんですけれども、例えば旅行の時にお友達と同じお部屋になって寝ることになったという時や、飛行機や新幹線で仮眠する時にいびきの音が気になるというような状況も良い適用と思います。ビジネスマンの方で夜は CPAP を使うんだけども、昼間移動する際の仮眠に手軽なナステントを補助的に使われているというようなケースもあります。いびきにはダイエットや横向き寝のような生活指導や鼻づまりの治療をするんですが、効果が出るまでに時間がかかることもあります。ナステントはうまくいけば使ったその日からいびきの改善が見込めるので、お手軽でそこが長所というふうに言えます。最後に注意事項です。いびきのある方というのは、多かれ少なかれ睡眠時無呼吸も合わせ持っていることが多いです。夜間にしばらく息が止まっていると指摘される方、昼間の眠気があるとか、寝ても疲れが取れないという方は睡眠検査をお勧めします。今は自宅で行える検査もあります。昼間の眠気を感じない方でも睡眠時無呼吸のことがあります。睡眠時無呼吸は高血圧や糖尿病のような生活習慣病につながる可能性がありますので、該当する方は医師にご相談ください。良い睡眠のためには鼻呼吸が楽にできることが大切と考えます。鼻づまりと睡眠の関係については概要欄のリンクに解説を貼っておきます。まとめます。ナステント、いびきに効果があるかどうか、聞く人には聞きます。どんな人に向いているのか、睡眠時無呼吸はほとんどなくていびきの音が気になるという方です。睡眠時無呼吸が気になる方には検査をお勧めします。ご視聴ありがとうございました。